平洋クラブファンの皆さん、こんにちは。マチコ PGA コース支配人、そしてプロゴルファーの上田博史です。今回はバンカーショットの中で顎の高いバンカーショットの方法をレッスンいたします。まずボールを高く上げたい。でその場合にほとんどの方がやっているのがオープンスタンス、そしてフェースを開く。でもちろんあのフェースを開くのは当たり前なんですけれども、オープンスタンスにするところが実は少し勘違いというところなんです。で何が勘違いかというと、オープンスタンスにするとどうしてもボールが右足の方に寄ってきます。でなぜかというと、まっすぐ構えていて真ん中ですけれども、そのまま足がずれていくとおのずとボールは右の方に寄ってきます。でフェースをせっかく開いているのにフェースが意外と開けない。でここで、本当にあの逆の発想ですけれども、実はクローズスタンスにした方がボールが左足にどん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 寄っていきます。そうすると開いたフェースはより効果的に、ボールを高く上げる格好に、なりやすくなります。打ち方としては何も変わりはありません。